にドラゴンと戦える力を与える作戦は成功したと言えよう。多くのドラゴンスレイヤーが誕生し、戦況はこちら側に有利に傾いた。だが、その大いなる力は人間の体を蝕み始めた。力を抑えきれず凶暴化する者。ドラゴンの視力と人間の三半規管の認識のズレによる極度の酔い。そして、アイリーン様、そのお顔が。え？人間の体内で成長する竜の種。それは人をドラゴンへと変える、ドラゴンスレイヤーの最後。この時、私の腹の中にはそなたがいたのよ、エルサ。エルザ、お前の父は隣国の将軍だった。人間同士で領土争いをしてた頃の政略結婚というやつだ。凄まじいものだな、滅竜の力とは。あれは、なんで、もはやここまでか。ベゼリオン、アイリー、お前を守りきれなかった人とドラゴンの共存を。彼とはいくつもの戦場を共にかけ、ベルセリオンの最後も共に見とった。戦争はアクノロギアの登場により勝ち負けもなく終結した。数えきれないほどの死者を嘲笑うかのようにアクノロギア一人が勝った。そして終戦から1週間。寄るな化け物、切るぞ。私です、アイリーンです。この顔もきっと治ります。だからこやつもアクノロギアのようになるぞ。なりません、私はドラゴンを愛しています。ならば人類の敵だ。知っとらえよ、この醜い竜女を幽閉せよ。やめてください、お腹の中にはあなたの子が。なんだって、それじゃまさか将軍の子。俺に化け物の子供はいない。それからの私の人生は惨めなものだった。拷問、暴力、恥ずかしめ。そして、安心して、必ず必ずあなただけは守るわ。竜女、貴様の処刑の日時が決まった。どうか
どうかお腹の子供だけは。たわごとはいい加減にしろ。3年も生まれぬ子などいるものか。これは魔法をかけてあるのです。こんな場所じゃ産めません。子などおらぬ。今すぐ腹を裂いて確かめてやろうか。見ろ、アクノロギアと同じだ。人類の敵。バケモンよ。何の音だ。牢の方だ。大変だ、乱気将軍が。急げ。あの竜女か。よくもランク将軍を。私は人間だ、私は人間だ。こんな体は嫌だ。人間に戻りたくない。